プロ野球界の確執。自分の意見を曲げずに戦った男、中村典弘選手。フルスイングから放たれる強烈な打球で何度もチームを勝利へ導きました。しかし近鉄へプロ入りしてから6球団を渡り歩いてきましたが、野球選手として強いこだわりを持っており、多くの確執を生み出してしまいました。なぜチームの中心選手として活躍しているはずの中村選手は確執を生んでしまうのでしょうか。今回はこれまで中村選手が起こした確執をご紹介していきます。近鉄時代の確執。最初の確執が生まれたのは2002年の FA 騒動です。前年の2001年に中村選手は近鉄の主砲として46本塁打を放ち、リーグ優勝に大きく貢献。オフの契約更新で球団は中村選手が2002年に FA 権を獲得することを考慮して、6年35億円の複数年契約を提示しました。人気選手を引き止めるとはいえ、当時としてはかなりの破格でした。しかし中村選手は、1ヶ月で判断するのは難しいと悩み抜いた末、年俸5億円の1年契約を結びました。そして2002年のシーズンオフには、中村典弘というブランドを近鉄で終わらせていいのかと発言して、日米4球団による争奪戦へと発展します。日本からは巨人と阪神が獲得に名乗りを上げます。悩んでいる中村選手に予想していなかったメジャーリーグのメッツからオファーが届きます。この予想外のオファーについて中村選手は某番組に出演した際に次のように振り返っています。自分がメジャーで野球をするなんて想像できなかった。メジャー初の日本人内野手だったので挑戦してみたいと思った。そして中村選手の気持ちはメッツに傾いていきます。中村選手はメッツに対して契約の発表は各球団へのお断りの連絡をしてから公表してほしいと約束をしていました。報道よりも先に自分の進む道を伝えることがオファーをしていただいた球団に対しての筋の通し方でした。しかしテレビニュースで中村選手とメッツが合意したと報道され、メッツの公式ホームページにも契約合意と記載されてしまったのです。これに対して中村選手は契約違反ではないかと激怒。しかしメッツはこの件についてルールに基づいて行っていると否定しました。約束を守らなかったメッツを信用できないと判断した中村選手は契約を破棄して近鉄残留を決断します。この残留という幕切れについて本人は、先に報道されてしまったので他の球団にお世話になりますとは言えない、と複雑な心境であったと語っています。流されてそのまま契約してもおかしくないケースですが、中村選手のまっすぐな性格上、どうしても譲れないものがあったため、確執が生まれてしまいました。オリックス時代の確執。続いての確執はオリックス在籍時のエピソードです。夢のメジャー挑戦が散ってしまった中村選手でしたが、2005年にドジャースとのマイナー契約で念願のメジャー移籍を果たします。一時はメジャーに昇格しますが、思うような成績を残せず、シーズンの大半をマイナーで過ごしてしまいます。そして2006年、日本球界への復帰を表明して、オリックスへ移籍することに。同じ時期に清原和博選手も巨人からオリックスへの移籍を表明したため、ファンは大いに沸きました。帰ってきたで、という中村選手のキャッチコピーも作られ、活躍を期待していましたが、シーズン序盤に左手首に死球を受けて負傷。この怪我の影響により、復帰1年目は打率2割3分2厘、本塁打12本と結果を残すことはできませんでした。中村選手は9月に左手首の手術を行い、次のシーズンを万全の状態でプレーすると意気込んでいました。しかし契約交渉の場で、またしても確執が生まれてしまいます。オリックスが提示した金額は年俸2億円から大幅ダウンの8000万円でした。これを受けて中村選手は、大幅な年俸ダウンの際は選手の同意がいるのにそれがない。球団が自分に何を期待しているかわからない。昔のバファローズはもう少し選手のことを思ってくれる球団だった、と保留した理由を明かしています。さらに中村選手はお金ではなく、自身が手術をした際に球団関係者が見舞いに来てくれなかったことなど、自分に対しての対応に不満を抱いてしまいます。左手首の負傷は試合におけるプレー中のものであるため、再評価してほしいと考えていたのです。しかし球団側は怪我を含めての契約内容だと主張して、お互い譲りませんでした。その後6度の交渉が行われましたが、両者納得のいく結論は出ず、中村選手は自由契約となります。報道では中村選手の申し出により自由契約になったとされています。しかし本人は自分から対談を申し入れていないと報道を否定しています。
その後中村選手は球団との関係についての思いを明かしています。お互い譲れないものがあるのは理解している。それでもお互いが尊重する関係でないといけないと思う。中村選手が長年信頼していた球団への信頼を失ったために生まれた確執でした。中日時代の確執。球団との対立が続いた中村選手ですが、今度は違った形の確執を生んでしまいます。2007年にオリックスを退団した中村選手は他球団からのオファーを待っていました。しかし球団と揉める問題児という印象が強く、どの球団からもオファーがないまま春季キャンプを一人で行います。そんな中、中日からテスト生としてのオファーを受けます。当時監督を務めていた中日の落合博満氏は、入団テストを受けた中村選手に育成での契約を提示しました。中村選手はプライドよりも野球がしたいという思いを優先し、背番号205で大好きな野球を再スタートさせます。契約した経緯について、落合氏は某番組に出演した際に、契約するかわからないけど1年は面倒を見ようと考えていた。プレーして他球団が欲しがればいいと思ったと、中村選手にプレーする環境を与えたかったことを語っています。出場機会を与えられた中村選手はオープン戦から結果を残して支配下契約を勝ち取ります。そしてこのシーズンは3年ぶりに規定打席に到達。打率2割9分3厘、20本塁打、79打点の好成績を残し、日本シリーズでは MVP を獲得するなど大活躍しました。シーズンオフの契約更改では年俸5000万円の提示を受け、契約してくれるだけでありがたいと満足顔でサインをしました。翌2008年の中村選手は前年同様勝負強さを見せます。140試合に出場して打率2割7分4厘、24本塁打、72打点の成績を残し、チームの勝利に貢献しました。この年の4月14日に自身2回目の FA 権を獲得した時は、そんなことよりも契約してもらえるかわからないと FA 権の行使を否定します。しかしシーズン終了後、僕にも一戦でやってきたプライドがある、他球団の評価も聞いてみたいと、まさかの FA 宣言にファンは驚きました。移籍の理由については、複数年契約を希望したが球団は単年契約を示したこと、来シーズンからは森野正彦をサードで使いたいからファーストに回ってほしいという要望、この2つが挙げられています。 FA 宣言をした中村選手は2年契約とサードのポジションの確約を提示した楽天に移籍します。中日を去ることになった中村選手に対して、落合監督は卒業おめでとうと送り出しました。しかしこの移籍騒動にファンは納得がいかず、浪人で行くとこなかったのに中日への感謝はないのか、中日で骨を埋めるつもりじゃなかったのと否定的なコメントが続出しました。強い信念を持っている中村選手は、どれだけ非難されても自分の考えを曲げることはできなかったようです。自分を必要としてくれる球団でのプレーを望んで移籍を決めるという中村選手のこだわりがよくわかるエピソードですね。楽天時代の確執。新天地の楽天に移籍した中村選手ですが、今度はチームメイトとの確執を生んでしまいます。楽天へ移籍した当初は歓迎ムードで迎えられました。中村選手は移籍会見で、野村克也監督を胴上げしたいと意気込みを語りました。しかし中日時代の輝きを放つことはできませんでした。持病の腰痛も悪化しており、移籍1年目の2009年は打率2割2分1厘、2本塁打、26打点と期待された成績を残すことができませんでした。翌2010年は4番としてチームを牽引しますが、チームメイトと事件を起こしてしまいます。5月に行われた決起集会で、中村選手が若手を数人呼び出して説教をしてしまいました。プレーに対してのダメ出しに始まり、お前友達いないだろうとパワハラと思われても不思議ではない言葉を浴びせます。大先輩に対して反論することができず、悔し涙を流した選手もいました。さらに中村選手は試合中にも気に入らない選手がいれば、公の場所で平気で文句を言ったり、打撃練習を拒否したりとやりたい放題だったと言われています。同年8月に行われた決起集会では、選手会長の岩隈久志投手に早く終わらせてくれと注文をつけるなど、手がつけられない状態に。チームを盛り上げてみんなで頑張ろうという時に、ベテランがこのような態度を取ってしまいました。中日時代、落合監督が言ったこの一言を思い出します。あの子は俺じゃないと無理。
黒塗りと呼ばれる中村選手の悪い部分が出てきた時に誰も制御することができないという意味だったのかもしれません。中村選手はこの年規定打席に到達したにもかかわらず、素行の悪さが影響して戦力外通告を受けてしまいます。自分の主張を悪い形でぶつけてしまったため、チームメイトとの確執を生んでしまいました。横浜時代の確執。最後の確執は監督との対立です。素行が問題で楽天を自由契約になった中村選手でしたが、2011年5月に横浜からのオファーを受けて入団。入団会見で中村選手は、代打でもブルペンキャッチャーでも何でもやる。横浜に骨を埋めたい。と、どこかで聞いたことがある発言をしました。この年は問題を起こすことなく、一軍でシーズンを過ごします。ついに中村選手は心を入れ替えたのかと思った矢先、事件が起きます。横浜移籍2年目の2012年8月15日の阪神戦で、自身の打席で盗塁をした内村健介選手に、動かないでくれ、とベンチで注意をしました。しかし俊足の内村選手には、首脳陣から自由に走っていいと指示が出ており、中村選手の叱責は采配批判に当たるとして、中畑監督から厳しく注意されました。そしてこの翌日には、右肘痛を訴え、試合中に姿を消したことが造反とみなされ、登録抹消となります。しかし翌年も横浜と契約してプレーしているため、問題は解決したかと思われましたが、確執は忘れた頃にやってきます。2014年5月6日の巨人戦で、チームの方針に従わない言動があった、と中村選手は登録を抹消されてしまいます。2年前と同じ状況下で、走者がバッテリーを攪乱しようと激しく動き回ることに、中村選手が再び不満を爆発させます。しかし今回は選手に直接伝えるのではなく、コーチに相談することに。自分の打席では場面によっては走者を動かさず、打席に集中させてほしい。しかし首脳陣はこれを相談とは取らず、監督批判として受け取られてしまいます。現在の現役選手で監督に対して自分の意見を伝えられる選手がどれだけいるでしょうか。そして中村選手はこの一件以来、一軍に呼ばれることはありませんでした。それでも二軍では若手や不調の選手にアドバイスを送るなど、いい先輩としての一面も見受けられました。しかしこの年限りで横浜を自由契約となりました。中村選手は引退について、プレーだけが現役ではない。どんな形でもグラウンドに立てば現役なので生涯現役ですと意思を表明しますが、結局その後オファーを出す球団は現れませんでした。そして2022年シーズンから中日の立浪和義新監督の下で一軍打撃コーチを務めることになりました。中村選手は各方面と確執を生み、身勝手と思われる行動が取り沙汰されてきましたが、選手としての実績は申し分なく、指導者としても高い評価を得ています。自らの失敗を糧にして、個性豊かな選手を育てていってほしいですね。